今シーズンで言えば昨シーズンより約倍近くの試合数になるんで間違いなく層を厚くしないといけないとうう思って,てまて、あ、昨年のキャノンを見ているとやっぱり1シーズンほとんど同じメンバーで戦い抜いてるんで多分、それだと今シーズンは、まあ、選手の体も持たないですしやっぱり高い強度の試合が続くとやっぱりメンバーをうまく変えていかないといけないんで。 まあ、そうは絶対熱くしないといけないなというふうに思ってます。まあ、昨年試合で出てたメンバーはおそらくやっぱり高いレベルの中で、まあ、ラグビーを考えれて、まあ、プレーできていると思うんですけど、やっぱり出てないメンバーがもっとラグビーを理解しないといけないというふうには思ってます。特にバックスで言えばやっぱりベテランと若手のまだスキルのさ力の差っていうのは結構開いてるんで、まあ、僕も今回4年目っていうところで。 はい、もっと若手を上の方に引っ張っていきたいなというふうふに思ってます試合自体がもう久々なので、まあ、まずはしっかり、まあ、今までやってきたことをゲームの中で試すというところで、まあ、試合感を取り戻すというところあとはやっぱりシーズン前にしっかり自信をつけてシーズンにしたいので。 プレシーズンマッチでしっかり自分の中でいい準備をして自信をつけてシーズンに入っていきたいなというふうに思ってます、ね、正直、どれだけ練習の中でいいプレーをしてもやっぱ試合で良くないとやっぱ自信というのはつかないと思っているのでもちろん練習でもいい準備をしていい成功体験を何度も重ねてでまたそれを試合で試してそれをずっと何ですか、ね、サイクルとしてしっかりやっていければ自信というのはついてくるんじゃないかなと思っています、ね。